おはようございます。おはようございます。初1個目、1個目じゃなかったよ 1個目って自分でどうやってわかるんやろ。おはようございます。お疲れ様です。いや、明るいか分かりません。外に出てない。どうしよう。髪の毛のねボリュームがね、今なんかおかしかってね、なんかすごい、なんかドッドッドッみたいな。どうしたらいいんだろう。前の握手会と何かが違う。何なんだろう。違うんや。かけるか。なんか形が違う。おはようございます。可愛い、だって可愛いとか言ってくれたらもう安心ですけど、湿気はねないですけどね。後ろの木の壁落ち着いてて、落ち着いてるか。おはようございます。ゆうちゅけまんです。よろしくお願いします。ぜひフォローよろしくお願いします。そうです、握手会です。皆さんね、よろしくお願いします。空間が一番かわいいよ。大丈夫じゃないかな。何が？大ちゃんもおはようございます。幕張カツカツさんもありがとうございます。アリ族ね、3日間よろしくお願いします。お、明日と明後日 OK、 よろしくお願いします。そう、今日は6時までにしようと思ってます。時計、あれか、枕変わっても、私枕使わないんですよ。昨日は疲れ果てて、もう寝てしまいました。ミキティおはようございます。ミキティさん、オッケー、明日待ってます。エンジさん、そうなのよ、予備選が明日なのよ。ドキ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 。カツドンくんも、ね、カツドンくんがどの人か分からんのよね。探してみよう。探なんていう、こう、この人かなと思いながら握手してみようと思います。9月ね、ミキティさん OK です。9月待ってます。ね、枕使わんのよ。お、そう、わ、もうレーン知ってくれてる。91番レーンでお待ちしてます。北海道なのね、しんさんは。北海道も行きたいな。
海道とかそういう遠いところにも行きたいです。行って握手会ねしたいですね。今日ゴリラが行くの、あ、ゴリラ、久しぶりのゴリラじゃんけん大会の時間は分からん。お、押し増しでありがとうございます。23チョゲさんおはようございます。岡山の裏地祭り V 見てたよーって、ありがとうございます。え、ゴリラっていうのは猿と一緒に来るゴリラですね。そういうおるんですよ、猿の仲間みたいな。おはよう、あらちゃん、あらちゃんですよね。なんか名前変え、順番変えたけど、お久しぶり。お、ひまわりまみれのオレンジ色のお洋服で、オッケー。あ、ミキティさんやってわかるね、目立つようにって。ティーナさんグッドモーニング、ユッティさんおはようございますね。昨日私一人で寝たんよ。なんか同室のね、同室の人がね、なんかお化けが怖いって言ってね、違う部屋に行ってね、夜中2時ぐらいにね、なんか人がドドドッと来たけど、私寝とったけど、一人部屋じゃないよ、二人部屋なんやけど、昨日の夜から同室の人が同室のメンバーがお化け、お化け怖いとか言って、私はそういうの怖がらんタイプなんやけど、いやだからおらんのよ、ずっと昨日から違う人の部屋行っとって、昨日から私一人ここ。誰だろう、予想してみてください。え、クーガちゃん怖ない、もう怖いんやけど、モノマネ、あんまり似てないモノマネなので。カナカナさんもおはよう。ふぅー、僕かな、三四郎ターくん名前呼びましたよ今。あ、違う、みんな全然違う、みんな全然違う。だってココアのモノマネはさ、え、クー、クー可愛いよって言うはずやんココアのモノマネだったらそうなるはずやん。やあやあ、ぷんちんさん、正解はさきちゃんです。めっちゃ意外やろ。めっちゃ意外やろ。そう、さきちゃんです。え、めっちゃ怖いんじゃけどって言ってやろ、意外やろ。チケンはなんかお化けが出たみたいな感じになったんよ。そうなの、ゆいも誕生日です。え、かのちゃんのモノマネまで3、2、1どうぞ。かのちゃんのモノマネできん、あのね、でもこの前ココアちゃんと一緒にやってたかのちゃんとカナちゃんのモノマネがありまして、違う、クーカちゃんの部屋にはお化けおらん、クーカちゃんとか言ったなんかカノちゃんのモノマネ言ったんですけど、ココアからやり始めたんですけど、あのココアがやってたから始めた、あのカノちゃんがするヘビロテの
ガンガン鳴ってるミュージックのガンガンのものまね。なんか顔を動かさずにってやるやつ。ガンガンって。ちょっと今両手が使えんけんできませんけど。あ、ぜひ握手会でモノマネやってとかなんかあればやりますよ。リクエストあれば。カツオンくんも誕生日ですか。マジで？おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。いや無表情というかって感じ。ハッピーバースデーディアカツドン。ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ。なんか今日顔に立体感がない気がする。おめでとう。やっぱここはお優しいね。優しいね。ショールーム優しいね。ショールームから寝起きでも寝起きでもないんやけど立体感しかない。すげえ、それ彫刻やん。 SG ネックガルーム。嘘、5時からのショールーム初めて見た。嘘、マジですか。どうしよう、分け目な。え、はじめまして、最近ファンになりました。わたぼうさんありがとうございます。ほんまですか。ぜひフォローよろしくお願いします。ゆいもゆいもにね、実は昨日渡しました。プレゼント渡しました。さあ空間優しいからだよ、美しく優しい子、イエーイ。そうですね、みゆ。まあ由来はね、まずお父さんが早見優さんのファンで、優しいっていう字を、ゆうっていう字をつけたかったっていうとこからが始まりなんですけど、でお母さんがユミやけん、ユミやけん、ひっくり返してみようと思って、ひっくり返してみて、あ、漢字ぴったりみたいな感じであ、み、美しいに優しいぴったりっていう感じでね、こういう名前になりました。お気に入りです。ご紹介多分いけると思います。ありがとうございます。高一さん、そうなんですよ。お、9月の遅か、待ってます。ユッティさんの顔も覚えてます。ももさんおはようございます。名前よりも名字、あーやっぱりそうか。なんて読むのって初めての方はコメントできますね。確かに。初見です。マリモさんありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。ほんまですか、アイドルっぽい名前。イエーイ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 。
インパクト、お前アンパクトって書いてる、気づかんかった、さすがゴッド。そう、榊ってね、締め真ん中がこれ示すが本間なんですけど、書きやすいから木偏に紙の方で書いてたんですよ、 ST になるまで。なんとなく書きやすいから、そしたらある男子にゴッドって呼ばれてました。え、小学生の頃に一人榊おったんや。つかきって書けない、いやつかきはね書けるわ、けやきって書けないはわかるけど、けやきの方がね難しいと思います。そうなんよ、さかきばらさんなら多いらしい。お父さんは子供の頃にね、よく榊原さんって言われとったらしい、間違えられとったって。今日の予定はどんな感じ？え、今日は握手会です。1357部フォローありがとうございます。マリモさん、おはよう、翔一さん。東京観光なんかできないですよ、そんなん。前もできんかったけんね。そう、奇数のね、ブーです。前と同じ。ホテルは過ごしやすい、うん、普通に少し安いとかありますかね、ホテルに。夜はショールームできそうじゃないです、だってできるんかな、分からん。 できたとしてもゲリラで。ちょっとボタボンさん、ぜひね来てください。あ、握手会ではできるわ、多分いつか分からんけど、ゲリラになりますけど。やっぱ前髪がな、なんかのべーっとしとる。そう、前髪に立体感ができんのよ、やっぱりこのこれこのこうしたいんだけど。後でやりますね。3日間、4部、よいしょ、じゃんけんの予選突破頼むで。 OK、 ありがとうございます。よいしょ、そうね、21時なんですよ。今日の髪型決まった。え、普通に普通の髪型で行こうと思ってます。あれだってこの長さね微妙なんよね、一人部屋じゃないんですけど、同室のメンバーはお化けが怖いらしくて違うメンバーのとこ行ってます。だから昨日から私一人です。テレビで放送されるのは多分本戦ですね、多分、わからん。そうね、勝つ、あ、カツ丼食えんけ、カツ、おー、なるほどね。
おしむしりありがとうございます。握手に来ていく、お洋服作ってるよ、だって。作ってくれてるんですか、オレンジの。楽しみにしてます。なあちゃんさん、おはようございます。本戦で出たい出たい。ニコ動でやるんですか。作った方がインパクトあるやつできそうだから。わあ、ありがとう。時間をかけてくれてるなんて。そんなに。さぬ、ん？マイケルさん、ハロー。頑張りますね。あ、どっこい少佐さん、仕事頑張ってください。ランチさんもおはようございます。元気でーす。予備選中継みたいなされるんかな。モニターに。ああ、なるほど、そういう感じね。ひろゆきさん、おはようございます。水色と白のストライプのシャツ。もうみんなストライプ、STU みたいな、なんかあるあるかもしれないけど、服売ってるさ、ファッションの服売ってるところでさ、服買うところでさ、こう水色と白のストライプを見つけると、あ、 STU 柄ってなる。おう、STU じゃねえかってなる。なんか例えばこの前もあったんですけど、あ、この前あったっけ、なんかブラウスで白あって、で水色と白のストライプもあって、あ、ちょっとこれは白にしようって。ちょっと待ってね、ちょっと消していいですか。ちょっと。だるま100個ありがとう、山ちゃんさん。お、ジャガちゃんもおはよう。けんこちゃんです。元気ですか。元気でーす。白い T シャツを着て青いサリを持ってる人を見と、それ一人に絞る。ゆうさん、おはようございます。ハートありがとう、山ちゃん。握手会でどんな話したいですか。伝えたいことを伝えてください。もうそれだけで嬉しいでございます。今のお洋服作ろうって、デザイン思いついたら STU っぽいのも作ろう。わあ、すごい。服作るといえば菅田将暉さんみたい。青と白のストライプのパーカー即買った。おお、トロイさんも待ってます。ちぐちゃん、仕事お疲れ様です。
今日もつよぴーさんお仕事頑張ってください。あ、ちょっと待ってね。今ね、開いたんでしょ。そうなん？ここ。ここ上。うん。大丈夫。ここに。うん。はい。イエーイ！マリナちゃんでーす。マリナです。急遽呼びました。うん、ごめん。急遽来ました。いきなり。じゃあ前にもさっき終わったっけさ。そう。よいしょ。おはようございます。フリーの久しぶりのコラボ。うん。今まで動画越しにコラボみたいに。そうです。まいはちゃん、まいはちゃんやね。まいはちゃんや今やってるんだけど。うん。じゃあ。そうか、同じ部屋よね。くうかちゃんの配信めっちゃ見たくて。くうかちゃんの配信めっちゃ面白いんよ。好きなんよ、めっちゃめっちゃね好きな。え、ダンスじゃなくても、うん、っていうことなの。ダンスじゃ、ダンスじゃないよ、ダンスじゃなくてもダンスでもめっちゃ好き。好きです。ありがとう。告白します。好きです。付き合ってください。付き合ってくださいね。ショールーム付き合ってください。意味がわからん。振られた。意味がわからんって言って振られた。そう、ちょうど終わったからね、ショールーム。そうなんよ。今マイハに何も言わずに出て行った。なんかね、うん、お父さんがね、うん、マリナちゃんのお姉ちゃんのなんか配信で壇上に上がったって言った。何をお父さんはしよう。何をお父さんはしようんですか。言っとった。姉ちゃんがお父さんめっちゃ活躍してくれるじゃん。それタケノコフィーバーを歌ってくれた。そうなんや。え、タケノコフィーバーどういう振りだったん。なんか正しい振りは分からんくて、お父さんは、うん、そうそうそう、タケノコだ。なんかこんなこんなあった。でもこんなにこんな手を振っとった。両手を振っとった。あ、こんなんこんなタケノコタケノコ。そうやったっけ、うん、あっとんやかな。あっとるぞ。音程はどうかしら。師匠のところに弟子がいるやって。で、弟子です。いやいや、弟子弟子弟子。いや、これが師匠と思え。かわいい師匠やん。見てごらん、これが師匠と思えますか。弟子。ね、おはようございます。移動してきました。何をしようんだろう自分。何時に終わる。私6時に終わろうと思っとる。30分か。うん。私話す話題ないよ。私もそんなにないよ。何し話す。鍵のキーも13歳には見えないってやろう。13歳なの。だってどっちかって言ったら私の方が年下に見えそうな。なんかちゃん私同級生かと思ってたよ。同級生やって思ってた。私いいよ。なんか私、うん、同級生と思っとったらしい、うん、岡山のイオンの初ライブ、初ライブで初ライブで初めて知った。だから勉強の話をしたんよ2人で。そう、勉強の話してしたらなんか違う、勉強の話題が違くて、あれなんでここ、え、そう、え、でも今数学どこやっとるっていう話題になって、うん、なんかマリナちゃんが、え、私なんかおはじきのなんちゃらかんちゃらとか言っとって、おはじきって言って、え、ってなって、そう、ね、あ、そういえば年違うやんってなって。そう、でも年違うやんって言われても、えってなっとった。自分は、あ、えって思って、嘘やろって思って、ずっとあの会った時から思ってました。うん、ずっと会った時から思ってました。ずっと好きです。ショールーム付き合ってください。さきちゃんの、さきちゃんか、うん、うん、同室、うん、
そう、なんかお化けが怖いって言って、昨日の夜からおらんだけど、ずっと一人でおる。そうなん。うん、いいな、ほんま。いいな、変わりたいわ。そうで、昨日夜中ぐらいにね、うん、さきちゃんとなんか誰やろうな、もう私寝ぼけとったけどさ、うん、千穂ちゃんとかみなみんとか来て、うんうん、なんか、うん、くやかちゃん寝てるとか言って、えもう 寝ぼけてわからんみたいな感じで。かわいいな、師匠が。師匠かわいい。どうしよう、師匠茶髪持ってきてない。え、茶髪。うん、前茶髪しよったやん、ココアの。そう、あれココアちゃんの見てくれとった。見てた、あれ師匠が茶髪にしたって思って絶力説明してくれたって言われて、くれたって思って、チャラいってなって。どうやったあれ。なんかこう私のファンの人は、うん、やっぱ黒髪がいいよなって言っとんやけど、うん、でも意外と気に入っとんや、あの髪型。前のも髪型、髪型髪色じゃない。いや、ロングやん。あ、そっかそっか。え、どっちも似合う。師匠何でも似合う。めっちゃ師匠早いけど。多分ココアはね、あれ今日は持ってきてないと思うけど、ね、え、かぶりたいんだけど自分。茶髪にしてみたいです。ね、わかるわかる。水泳帽をかぶっとんよ、あれ。なんかそうなん、うん、初めて知った。水泳帽かぶらんと、うん、いかんらしくて。裏の話やん、それ。そう。で、水泳帽あるって言って。あるって。水泳帽あるって。あるって言って、でね、え、くやかちゃんってモノマネ似てない？ユミリンとかめっちゃ似とるんだけど。ユミリン？って、くやか先生、教えてください、めっちゃ似てないですかこれ？ほんま。あのね、ちょっとタケノコやって、タケノコじゃない、竹下じゃない、竹下じゃない、あれなんだったっけ？タケノコ先生。タケノコ先生じゃない。椎茸先生だ。椎茸先生や、椎茸先生やって。絶対似てないやつや。タケノコの椎茸やって。タケノコじゃない、椎茸じゃない。おい椎茸、俺のなんでそんな、なんでその椎茸入ってんの。おかしいやろ。おい、ごめん、何が面白いのか分からん。めっちゃつぼる、これめっちゃつぼるんですよ。死ぬほどつぼるわ。トロン君ハート100個ありがとう。前にもあげたいわ、100個。キャットやな、ハート。誰もありがとう。髪伸ばす予定よ、私は。そうなん、もうショートにしたいなって。入れ替えようぜ、髪の毛。入れ替えようぜ。ちょっとショートにしたらどんな感じやろ。作業シミュレーションです、今から。シミュレーション、分からん。天使、ちょっと待って。こうやったらどう、分からんな。塩どう、ロングのイメージが抜けん。わからん。ショートです。あ、でも普通に似合いそうだ。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、タケノコじゃないわね、タケノコが抜けんのでどうすればいい。タケノコ前髪パッツンがいいよって言われる。え、前髪ね、クグちゃんそれがいいと思う。これ今の、うん、今の師匠はいつでも可愛いけん。めっちゃ師匠ラブやろ。来ますね。え、師匠ラブ。ラブ師匠やん。ラブ修行。うまいこと言った、うまいこと言った。ラブ修行の通ったで踊ってほしい。うん、ここはさすがにいいよ。踊ってほしい。あの握手会会場で流れたら踊れるけどね。あ、オッケーオッケー、それ取っとくわ。もうね、うん、連射しとく。100枚ぐらい握手放棄って、うん、あのね、握手放棄してくる、うん、ちょっと放棄しますって。あ、ちょっと待ってください。少々、バシッって、まあ、連射しとく、バシッ。で、電車してる時は、うん、クーカちゃんを撮ってますっていう。お願いします。あ、みんな許してくれる、マリちゃんの方。許してくれる、優しいけん。ね、みんなクーカちゃんラブやけん、マリナの。みんなさんも、マリナの皆さんも。ありがとう、マリナちゃんファン。ラブ修行、え、ちょっとした振り教えて。ラブ修行の、うんうん、空き時間とかあったらね。オッケーです、許します。だって、ありがとう。あ、違う、ありがとう。え、マリナがありがとう、分からんけど、うん、マリーナの団子部屋はモンちゃんと見分けがつかなかったよ。だって、そう、よくなんかね言われる、ま、動画で見て思った、自分も。ああ、あれ、あ、自分で、これモモちゃん違う、これ自分、え、どっちみたいな。あ、違う、自分どれ、家族もちょっと迷っとったっけ、あれ。マジで分からんの言われ、いつもと違ったもんね。うん、
お母さんがさ、これお母さんないけど、うん、マリーナ空間のこと褒めすぎで怖い、ダブルダブルって褒めてますよ。ありがとうございます、いつもそう産んでくれてありがとうございますそれはほんまに、それはほんまにほんまダメ、いやダメとかじゃない、おもろい、おもろい、よかった。ちょっとね、笑ってほしい、空間ちゃんに、私の言葉で。何を、いやもう爆笑よ、いつも何してくれたら笑うかなっていつも考えてますよほんまに、なんか彼氏の領域にもう入ってる。それ彼氏です。もう君に笑ってほしいんだ僕はみたいな。そうだよ、ショールーム一緒に。もう君が笑ってくれたら幸せなんだ。幸せなんだ私は、ほんまに、うん、でもいつも笑っとる。あのマリナちゃんの配信とか行くやん嬉しい、うん、ってあの空間、あの質問いいですか、質問いいですか、あのどうしたら息切れせずにで、あのダンスができますか質問来たじゃんか、うん、もう笑ったもん、あれそうなの、よかった。ちょっと質問いいですか、うん、どうしたらそんなに歌えますか、声枯れずに。あの慣れですね、これは9年間の慣れです。そうですね、9年間もやってらっしゃるからめっちゃすごい方、お方なんですよ、お方、もうお方、お方、お方、お堅い人みたいな方なんです本当に。クーカクーカ言ってくれてありがとう、だってお母さんがずっとクーカ言ってます、頭の中でもクーカが流れてます何じゃそりゃ頭の中でクーカ、え、ちょっとうどんクーカやりたいです。オッケーオッケー、うん、クーカと一緒にうどんクーカー、ちょっと待って声が裏返ってクーカクーカと一緒にうどんクーカー、いつでもどこでも全力少女、香川県出身15歳、榊美優、空間こと榊美優です。イエーイ、ふう師匠ありがとう、ラブ師匠、ラブ師匠、あ、歌うまいよね歌うまい、ほんま、うん、まやちゃんもうまいで、下手ない、持久力がない、体力がない。そうなんや、うん、そうなんや。あとね、うん、昨日あんま眠れんかった。へえ。ね、どうやったら寝れますか私も寝れんタイプよ、ね、てかでもいつも1時半ぐらいに寝るんよ、うん、とか2時とか。同じや、クイカちゃん起きとんじゃね、寝とんかと思って、なんか規則正しいイメージがある。いや寝れん寝れん、9時に寝て5時に起きて、遅寝遅起き遅寝遅起きはないやろ、さすがに少量もやってる。あ、違う、遅寝早起き、うん、そうそう間違えた早起きは前の早起きなんやけど、眠たくなるき昼寝る、うん、宿題でも寝てしまう、ね、最近ショールームめっちゃ寝るの、ショールーム、ね、ショールーム寝落ちショールームやって、うん、終わって寝てしまう、うん、あね、どうしても、うん、で時間を無駄にするっていう最悪なパティーパティー、大丈夫、前にそう、前にそうです、切り忘れたよ前の、昨日、違う昨日じゃないお前ん、切り忘れとったんよ。見た、お父さんが見とって、恥ずかしい、お父さんが見とって、うん、マリーナがあれよ切り忘れてさみたいなで、マジかよみたいになって、マジかよ、めっちゃ恥ずかしかった、見たそれ、なんかね、めっちゃ疲れとったよ、片付けて伝ってもらえるとか、なんか聞こえた、これ伝ってもらえる、いやでもね、でも断れて、で、で自分でさこうやって iPhone 見て、あ、気づいたそうなの、一瞬でめっちゃ焦るの、ここでなんか焦って、え、何これ、どうなったやろって思って、頭狂うじゃん、うんうん、けど、ね、とりあえずパシッてやってパシッて終わったん、何も言わずにこうやってね、笑った方が良かったんかなって思ったりしたんだけど、とりあえずあ、皆さんみたいなあ、皆さんって言おうとしたけど、ちょっと怖かったけんやめたい、もうパシッて切って、うん、でも謝罪のことはあして、そう、皆さんごめんなさい、そう、でもあれね、暴動画に出さないでくださいって言ったんですよ、暴動画、うん、うん、なのに出されてしまったんです、編集されて悲しかった。なんか完全にミウの影響って LINE が来て、写真付きでゆで卵の写真とともに来た、ね、来とったね声が来てましたね。ゆえもはね、誕生日ですから今日、そうなんです、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、スクショタイムが欲しいって、イエーイ、あ、待って映っちゃダメなんでしょ、そうなん、うん、どうぞ、よし終わりました、ありがとうございました。
しょう。なくなった今。え？なくなった？自分。なくなった？お腹なった？うん。大丈夫。お亡くなりにはちょっとなりたくないね。いやなんて言ったんかと思って。握手会終わりにちょっと握手会前に お亡くなりになりたくない。ぐつっちゃダメなの。まだこれ。これちょっと刺さんで。指刺さんで指刺しちゃいけんやつこれ。分からんね、それじゃないかもしれん本当に。うんうん、分からんですよ。ちょっと準備せんに行けんけん、もう帰らんに行けんかもしれん。うん、ちょっとお前45分ね、もう、うん、じゃあバイバイ、ありがとう。うん、後で会おう、後で会おう。ありがとうね、バイバイ、ありがとう、バイ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 、ラブ師匠、ラブ師匠、バイ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 。面白いです本当に。ラブ師匠、そうですね、よく喋りますマリナちゃんとは。口笛を吹きません。前髪迷うな。でもマリナちゃんにこのままがいいって言われたからな。まあいろいろ工夫してみます。 T シャツ？ T シャツ？あれ？おかしくなった。そうや、私ね、ちょっとみんな多分知らんと思うんですけど、あの公式サイトでね、発表されたっていうか追加発表されたんですけど、あれよ、 H ラインライブっていうのに出ることになりました。9月3日の、よろしくお願いします。作ってるんやって、ちょっとありがとうございます。じゃがちゃん、なんでだろう、今日は止まるね。いや止めてる、ちょっとメンバーに連絡とかして。そう、広島のやつやったー。そうです、出ることになった。でね、でも昨日の時点では、昨日の昼ぐらいにはね発表されてなくて、なんか私出るのに追加発表されてないと思って、昨日の夜かぐらいに追加で名前が追加されただけで、も新しいニュースとしてはこう発表されてなくて、その出演メンバー決定っていうやつにバッて名前だけ追加されたみたいな。まあ公式のあの H ラインライブ出演メンバー決定っていうとこ見てみてください。私が乗ってますね、楽しみ。私もチケット取る取る、ありがとうございます。頑張りますね。だってライブやろ、なんかどういうのかまだ分からんけど、これから一気に来よう。ありがとうございます。握手会で好きってこと素直に伝えます。イエーイ、素直が一番ですよ。休み取りたい、行きたい、ありがとうございます。よいしょ、光一さん楽しみに待ってますね。頑張ります、ありがとう。並んでみようかな。ぜひぜひ、おしましでもぜひぜひ来てください。お話ししましょう皆さん。
やろ。そうしれっと追加されたんよ。そうしれっと発表もなくしれっと追加された。私も早く髪の毛伸びたい。亜鉛マジで飲もう。亜鉛サプリ飲もう。お母さんに飲めって言われとる。でもちょっとここには持ってきてなくてね、家戻ったらね飲みます。髪切る前のくゆかちゃんも可愛かった。ほんまですか。亜鉛が髪伸びるらしいよ。くゆか今日可愛い気がしたけど、いつものことだからと思うんだよ。ほんまかな。今日可愛い気がせんかったんやけど、自分的には。昨日髪長くなかった？昨日やったっけ？昨日か。あ、昨日めっちゃ長かったよね。よな、広瀬すずさんって。それはね、褒めすぎて読まんかった。一発は一昨日か。あ、一昨日や。間違えた間違えた。亜鉛って体にいいやろ。でも意外と評判良かったりするんかな、茶髪。あの茶髪。いやいやいや、ミキティさん、それはね、褒めすぎ。それね、絶対怒られるよ。やめてください。結婚しようよ。30年後に。亜鉛美味しいの？いや知らん。亜鉛は成分ですから。亜鉛はサプリ。そうそう、評判いいんですかね。あれね、自分的に気に入ったわ。なんか違う自分な感じで。30年後まで応援してくれとったら結婚を考えますね。私何歳やろ。45歳か。鉛筆って亜鉛と一緒なん？鉛筆って亜鉛なんですか。茶髪似合ってた。みんな黒髪がいいとか言うんよ。いやでもまあ、あの茶髪は明るすぎやけどさ。でもよ、でもね、垢抜け感があったよね。違います。鉛筆食べてしまうところやん。鉛筆食べたら髪の毛が伸びるみたいな。調べたことあるよ、髪早く伸ばす方法で。唯一確かな感じなのが亜鉛だった。ギリギリ平成生まれっていうことは道重さんと同じだな。あらちゃん仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。違うのか、恥ずかしい。冗談で言ったんかと思った。今何時ですかね。本気で言いました。頭皮に刺激を与えた髪の色。そう、亜鉛は牡蠣にね多く含まれる。知っとる知っとる、調べた。55分前か。
やっぱホテルのさ時計ってさずれとるよな。57ってなっとる。いつもよりカメラに近くでいいねやって。いつも固定しとるからね。ココアにも言われた。カメラ遠くない？空海一番大好きなんだ。ありがとうございます。握手会にも来てねじゃあ。イエーイ、カツ丼くんもマジで探そう。すげえ伸ばすやん、ターくん。すげえ棒伸ばすやん。ターくんですって言ってくださいね、じゃあ。これだけ。オッケー。今のでいい。でもね、跳ねるんよこれ。ヘアアイロンでやってケープでマジでガッと固定せんとね。握手会ではめっちゃ跳ねる。よろしくお願いします。今日はじゃランキング読もう。13位ポコ、ちょうど今変わった。13位ポゴタンさん、12位トレックさん、11位ジャガちゃんさん、10位ランマルさん、9位5つ星さん、8位一番星さん、7位ミキティさん、6位ユマボンさん、5位ただのファンさん、4位エンジさん、3位ウォーターマークさん、2位 RR さん、1位カツ丼くん。イエーイ。ありがとうございます。お、三重からキョンさん、ありがとうございます。じゃがいもですって言ってそう。まあそれでもわかるよね。あ、あ、ジャガちゃんねって。下噛んで、下噛まないで。え、それは無理ですよね。ジャガちゃんとマノって、とかなんでその二人に、とかカツ丼ですって言ってくれよ。俺は芋じゃねえ、いつものセリフ。カツ丼くん、ほんまや、カツ丼くんさん言い忘れた。10月の15日 OK、 待ってますね。ありがとうございます。今何時ですかね。今もう終わるんですけど、初見北海道、北海道ありがとうございます。イサリビさん、わからん。終わりけ。そう、じゃあ握手会でね、会う人会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。バイビー。またゲリラとかやるかもしれないんで、よろしくお願いします。